嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い合う。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍びる。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。ここだ。来た。面壁よ、霧は晴れ、我らの前に道が現れた、どちらも暗く歪んでいる。避難所に来い。分かった。予期せぬ来訪者がお前を待っている。何？予期せぬ来訪者。危なさる。みすぼらしい友達と話せ。それから私と話そう。わかった。みすぼらしい友達ってあなたのことみたいよ。予期せぬ来訪者のようだな、面影よ。サルンはここで何をしている？対話のオーブを使って斎佐藩の居場所を特定するという試みは成功しなかった。それでもっと直接的な手法を試そうと思ってな、想定通りの使い方をしてアブナー・サルンを呼び出した。なるほど。彼は協力してくれそうなのか？斎佐藩の居場所を知っていると認めた。だが教えてはくれないだろう。彼はお前と直接話したいと言っている。分かった。彼の話を聞こう。その前にリー、気に入らないわ。でも斎佐藩を見つけるために他に手段がないのならあんたと行く。うん。また会ったな、面影。取り急ぎ話したいことがいくつかある。何の話だ？マニマルコと下劣な主の計画はこの世界にとって暗く恐ろしいものだ。奴らを止めたければ王者のアミュレットを探さねばならない。だがアミュレットを探すにはまずサイサハーンの居場所の情報がいる。彼の居場所を知ってるんじゃないのか、あなたは。もちろんその情報を共有したいとも思っている。ただじゃないがな。分かった、続けてくれ。私たちが話しているのをマニマルコが知れば私は処刑されるだろう、
私は奴にとっての脅威だ。知りすぎている。従って元老院の議長にしてニベネイの大君主たるアブナー・サルンは正式に保護を要求する。保護？からかっているのかお前は。そんな楽しげな雰囲気に見えるか。愛国者の忠誠にはいつか限界が来る。してきたことと見てきたことに我慢の限界を迎える日が必ずやってくるんだ。我々の元に来るってことだな。そうできればいいがな。偶然にも自分も囚人だと分かったし、急ぎ救出が必要だ。私の提案はこうだ。私をマニマルコの要塞から出して保護を聞き入れてくれ。見返りとしてサイサハーンの居場所を教える。罠ではないと信じる根拠は？ない。私を完全に信用したら間違いなくバカだ。だが事実は変わらない。サイサハーンを探したいなら貴様には私が必要になる。帝国の継続のために私は死ぬわけにいかない。お互い選択肢はないだろう。言いたいことは分かった。サルンの言う通りだ。選択肢はほとんど残されていない。冗談でしょ。行かざるを得ない。どうしたらあいつを信用できる？行かざるを得ないよ、リリー。我々の訪問者のご指摘通り無理だ。しかし再査班の場所を特定するならやらねばならない。面影と行け、リリス。サルンを救え。彼に名誉を挽回する機会を与えるのだ。直接会ってぶん殴られるからな。行きたいだろう。コールドハーバーのマニマルコの要塞である虫の城は、資料術師の、なんだ、傲慢を形にしたものである。魂なき者の奴隷と闇魔法によって戦う。ああ、大事。全然読めなかった。哀れな者たちのたまり場に着いたようだな。マニマルコの城の外にある、魂なき者のささやかな居場所だ。どうやって中に入るんだ？幸運にもマニマルコはデイドラ校の用事に出ている。城の守備隊は警戒してない。出会う相手は名ばかりの守備隊だけだ。中央門は閉じられているが、中へ続くルートが他にも必ずあるはず。例えば？貴様は英雄なんだろう。適当になんとかしろ。また入る方法を探そう。何の役にも立たねえなお前。このスキーマメ、適当になんとかしろって。あんな奴のために危険を冒しているなんて信じられない。信じられないね。何か提案は？目立たず静かに城の衛兵を倒すのはダメ。彼はここが魂なき者の町だと言わなかったの？多分ここの地理に詳しい人がいるはずよ。なるほど、始めた方が良さそうだ。目立たないようにしてね。ようやく出られたんだから逆戻りはごめんよ。確かに。まずは、スバリトラ。離れて、渡せるものは何もないわ。落ち着いて、城に入る方法を知りたいだけだ。来ないで、さもないと衛兵を呼ぶわよ。彼らは私も連れて行くわ。とにかく行って、私に関わらないで。ああ、もう心が。てかもうひどい目に遭ってるんだろうな、きっと。たまにこう敵が紛れてたりするから、作れないんだね、ここでは。さすがに。お、いるぞ。カジート。ハマザーは自分の商品があればと願っている。虫でも新しい服は必要だろう。城に入る方法を探してるんだけど知らないか。死ぬこと、それが一番の近道だ。キャドウェルに来て。キャドウェル、あいつはこの場所を隅々まで熟知してるようだ。だが急いだ方がいい。奴らが彼を追って水路近くの建物に入っていったと聞いたぞ。なるほど。
キャドウェルこんなところでもキャドウェルに会うなんて。そうだね。どこにでも現れるのね。本当にね。まあキャドウェルを探そうじゃん。いるぞ、肉の精霊ガーズナ。話ができそう。誰だ。魂なき者には見えない。あの虫の教団の一員か。いや違う。いるな。裏手なら安全だろうって思って裏手回ってるとこっちにね、こう衛兵が来たりするんだよ。虫の教団のアサシン。ここか。あいつらやらなきゃダメだね。結局。素早く片付ける。中にもいるぞ。見つかったか。ここで何をしている。侵入者だ。よいしょ。キャドウェル、グッドタイミング。リリスはいつも魅力的だな。そしてお前さん、お前さんは誰かに似て、なんというか魂が抜けてる感じ。キャドウェル卿、ここで何をしてるの。どこで悪の勢力が無実の者を餌食にしようとも、どこで魂が盗まれ償いを課されようとも、どこで人々が正義を求めて泣こうとも、わしはそこに行く。つまりここの永遠の強制労働はかなりひどいってことだ。そう思わないか。そうだね。城に入る方法を探しているんだ。知らないか。ディベラの下着にかけてどうしてだ。間違いなく素晴らしい場所ではあるな。だが大きな武器を携えた信者たちで溢れているぞ。アブナーサルンを救出する必要がある。複雑な事情だ。なるほど、わかった。救出と言ったか。それはまた難儀なことだな。水路に流れ出る貯水池がある。扉は閉められているが、以前は通れたぞ。そこに行って真相を調べてみないか。わかった、ありがとうキャドウェル卿。あれが中に入るチャンスかも。大体でも水路を案内されるね。え、キャドウェル卿は消えた。肉の精霊が来ている。こっちから行こう。綺麗な水だな。敵がいるんだね、ここに。あ、でもあそこに喋れそうな人がいるから。よし、ヘルナ。たくさんのキャベツを積んでテートへ向かう途中、奴らに黒き祭壇へと連れて行かれたの。あら、今やこの地での生活を強いられているわ。虫は差別をしないの。城に入る方法知らないか。私が知ってると思う。思わない。私がインペリアルだから。この場所じゃみんな同じよ。
みんなただのクズね。私に関わらないで。あら、怒られちゃった。ここだな。いけるじゃない。キャドエル卿と話す。よくついてきているな。のんびり屋は嫌いなんだ。で、次は何だ。この忌々しい砦は不安定なオブリビオンのなんとかの海に浮かんでるんだ。デイドラはパイプを使ってその流れを制御して蒸気にして排出する。なるほど、続けてくれ。ここにある扉のほとんどは蒸気の圧力で閉じられている。かなり複雑なプロセスだ。一言で言えば、パイプに手を加えれば内部へ続く扉を開いて通れるというわけだ。なるほど、何をすればいいんだそれで。俺はわしがちょちょいといじる。だからお前さんはこっちに獣どもが来ないようにしてくれ。楽しくなりそうだ。大丈夫だ。やれるか。得意だ。ちょちょいと得意だ。そういうのは始めよう。進め。愉快な人だな。危ねえ。オッケー。キャドより早いんだよな。やばい。よし。危ない。いた。探索したいけどそうもいかないだろう。いや、もうやってんの早いな。よし、心配するな。最小限の騒ぎで中に入れる。なるほど、任せたぞ。じゃあ、この後にもう一つだ。大丈夫だ。よし、ありがとうキャドル。そこか。早くするんだ。茶をすすってる場合ではないぞ。茶をすすってないだろう。ありがとう。ああ、気にするな。つまらんことさ。骨の塔の最上部にサルンがいるだろう。そこに行くには砦の中心を通らないといけない。だがそんなに遠くはないぞ。彼はそこで何をしてるんだ。虫の王が彼に与えた任務は城に入ってくる痕跡、その全てを調査することなのだろう。なるほどな。中では箱をあちこちで見かける。一緒に来ないか。助けが必要だ。だろうな。わしはお前さんをそこまで連れて行ける。だが安全第一だ。しばらくはここに留まって、ささやかな冒険を背後から邪魔する奴がいないか気を配っておこう。ありがとうキャドウェル。キャドウェル卿がまたやってくれたわ。頼りになるな。あいつはあのおかしな騎士がだんだん好きになってるんだけど。考えた方がいい。うん、もうちょっと考えて。最後まで聞いてくれ。帝国を支配するには何人のサルンがいるんだ。今何とかしようとしているのよ。ゼロだ。玉座にいる者は騙されやすく、塔にいた者はもう使えない。おかしくもないわ。仕事に戻りなさい。何って本当のことだ。マニマル公は自分の皮膚を剥がして、とりわけ醜い肉の精霊を作ろうとしている。覚えておけ。
手伝う気がないなら彼のすぐそばに縫い合わせてやる。黙りなさい。終わったか話は。なんか書いてあるぞ。議長が到着した。アブナー・サルンという気難しいニーベン人の政治家だ。これにより虫の王の城の空気は面白い方向に一変した。彼は大声で馬鹿げた命令をし、自分の気まぐれに我々が合わせると思っていた。彼を無視すると私は誰だと思っている。だのマニマルコに言いつけるぞ。だの子供のようには見えた。虫の王は彼を、無力な愚か者と考えていた。そういうのを私も聞いた。しかしサルンは愚かではなかった。彼は自分が用済みとなったのではな、用済みとなったのではと薄々感じていたと思う。己の娘がルビーの玉座につき、マニマルコ王が彼女の頭を高貴な妄想でいっぱいにすると、サルの権力は言葉にする価値もないものとなった。なんだっけ。何女帝だっけ。摂政女帝か。は、小装飾品や絹、珍しい食品で簡単に操れる。彼女は父親に対して愛情を見せることはほとんどなく、私の知る限り彼の不在にも関心を持つことはなかった。帝国宮廷での、長年の政治経験にもかかわらず、この老人はマニマルコが見せた操り手としての才能を半分の力量もなかった。サルンの最大の誤算はそれでも自分に価値があると思っていたことだ。大きな計画の中で我々はとりわけ彼の捨て駒なのだ。白ディールでの権力など残虐と支配の方にとっては何の意味もない。しかしサルンの無力な感触は楽しみの種である。いつかこれに飽きた時を想像する。その日にはいいワインを片手に彼がのた打ち回るのを楽しもう。今まで何千人もされてきたように肉体から魂が引き裂かれる様子を見るのだ。なるほど。サルンがかわいそうになってきたな。おい急げ、虫の連中が来ているぞ。びっくりするからやめろ。急いでいる。ああ、またサルンの幻ね。無視すれば消えるんじゃない？無視しようか。じゃあはしないみたいだな。そこにいたか。捕らえられたのかと思ったぞ。残念なことにちょっとした問題が発生した。何の問題が？塔最上部にある扉は障壁で閉じられている。前に虫の教団の奴らが同じような魔法を使っているのを見たことがあるが、触れば焼かれて灰になるぞ。どうやって通ればいい？考えがある。砦内部を巡回する肉の精霊は結界の扉近くにある研究所で生成されている。自分の精霊を作り出せれば命令に従ってくれるだろう。障壁を突き破るように命令するんだ。なるほど。どうやって肉の精霊を作る？簡単なことだ。5歳の子供でもすぐできる。残念なことに私たちには5歳の子供がいない。貴様にやってもらわないとな。分かったよ。ちょうどいい大きさの肉がいくつか必要だ。研究所に持ってこい。そこで会おう。分かった。取り掛かる。5歳の子供がいたって5歳の子供には任せられないぞ。これか。とても魅力的な仕事とは言えないわよね。そうね。生肉を回収する仕事なんてね。肉の精霊からも肉取れた。凍えるわね。
少なくとも体がひどく臭うことはなさそうだわ。それは灰？灰なの？わかんない、適当に拾ってるから。どこの部位なんか知りたくないよ。これ違う。ははなるほど。ガーゴイルか。いた。よし。肉を回収しろ。しばらくは町の肉屋には近寄らないわ、絶対に。町の肉屋ではこんな肉出してないから安心してよ。いや、わかんねえな、この世界わかんねえな。人の肉とか売り出してたりする可能性あるわ。こっちにもある。奴隷の日記。彼らは毎日肉が残っていようといまいとお構いなしに我々を奪っていく。自らを魂なき者と呼ぶ者たちはすでに大部分を奪われている。多分肉をだな。肉体は痩せ衰えて久しいが、その霊魂はオブリビオンで生き続けるのだ。自分の魂が宝石の中にあるという者たちもいる。それぞれの宝石があちこちに移動させられるときに自分たちも揺さぶられているのを感じるそうだ。彼らはあまりに悲しみに満ちていて、ほとんど忘れてしまった人生について語る姿には胸が痛む。他の者が何をされているかはわからないが、悲鳴が地下牢にまで聞こえてくる。逃れることのできない終わりなき苦痛だ。神々に我々の声は届かない。救いはあるのだろうか。果たして希望はあるのだろうか。悲しいね。ここか。肉を持ってきたけどどうすればいいんだ。あ、肉置いた。あまり大きくないよな。まあいい。さあ本を見て儀式を行うんだ。よし、わかった。精霊の呪縛儀式。生まれろ、肉の精霊。これが私の肉の精霊。いつか貴様の死体を操ってやる。それが今から助け出される者の言葉か。遠くない。扉を抜けて頂上へ向かえ。頑張ったな、お肉ちゃん。よし、
気持ち悪い気持ち悪い。塔のてっぺん割りやすいね。エロ虫けらど、危ないが仕事の邪魔をするな。やりとりはもうないんだな。よし、やったけど、よし来たぞ。ようやくご対面だな。幻はもっと背が高く見えたが、取り決め通りここからだぞ。いい時に来たな。痕跡の検査をもう一つする羽目になっていたら、塔から身投げするところだった。サルン、信用できる理由はあるか。もっともな質問だな。私は物事を理解している。貴様の役に立つことをな。貴様の欲しがりそうな情報がある。マニマルコはモラグバルに仕えるためにこのようなことをしているわけではない。最大の目的は企みの神を出し抜くこと、そしてその地位を奪うことだ。どうやってそんなことできるんだ。王者のアミュレットが全ての鍵だ。彼がなぜサイサハーンを誘拐したと思う。彼を拷問してアミュレットの隠し場所を吐かせるためだ。こちらよりも先に王者のアミュレットを見つけようとしているってことだな。その通りだ。アミュレットを使えばモラグバルの本質を捉え力を吸収できるとマニマルコは考えている。奴は神になろうとしているんだ。それはまずそうだ。他に話せることはあるか。もっと話したいがこの場所じゃ難しい。私を安全な場所に連れて行ってくれれば残りを話すとしよう。それでいいな。それなら待て、感じないか。何のことだ。おやおや、サルン、喋られては困るな。部屋へ戻れ、アブナ。すぐに片付けてやる。ああ、親愛なるリリース、鋳造所にはまだ空きがあるぞ。君専用の頑丈な鎧もくれてやる。そしてお前だ、脇腹に刺さったトゲ、靴底の小石。お前の強さはどの程度だろう。限界を試してやろうか。お、どうなっている。これは大抵の相手から力を吸い取るのだ。なのになぜお前は戦い続ける。お前には驚かされる。だが、どれだけ持つかな。よいしょ。アニマルコ、元老院の議長を攻撃するのか。奴の力は衰えたぞ、面影よ。私が注意を引いている間に倒せ。よし、よいしょ。僕も裏切ったな、サル。お前の味わう苦痛は伝説になるだろう。もういいのか。長くこのままでいるわけじゃない。意識は少しさまようが、
それだけだ。なぜ助けた？マニマルコの神になる妄想は間違っているからだ。帝国なんて気にも留めない。求めるのは力だけだ。今まで奴とやり合ったことなんてなかった。思った以上に強大な力を持っているな。やれやれ、豆の次は豆の木ってか。後悔先に立たずだ。これからどうする？最初にやることは変わらない。生きてここから出よう。例えば？貴様が来た道を戻ることはできない。もう奴らで溢れ返っているだろうからな。その道を下ったところにダストシュートがある。しばらく落下することになるが、私たちなら大丈夫だろう。分かった、最高。塔から救出された姫の中ではきっと最も醜い姫ね。教育もまともに受けず何度も頭を殴られているくせに、よく頭が鈍っていないな、ティターンボーン。犬猿の中なんだね、はい、また会ったら。お、キャドフェルキを探しているのか。そうだ、ここ開けてくれ。それを開けるぞ。ありがとう、キャドフェル。開けよ、我らを守りたまえ。石袋に入った桃みたいに傷だらけではないか。って、どんなすごいことをやらかしたんだ。まあいい、逃げ道が必要だな。いい時に来てくれた、キャドベル。まあ実際わしはやる男だ。急いだ方がいい。あの騒ぎから城全体が縫い針入れみたいに攻撃的になっている。チクチクとな。なるほど、一緒に来ないか。お前さんとコールドハーバーを去るって。ああ、わからんな。あの世界を去ってからもう随分長い時が経っている。それが賢明だと思うのか。一緒に来るべきだ、その方がお前のためだ。よし、なら解決だ。どっちにしろお前さんはここを脱出するのに案内が必要だろう。うん、行くぞ行くぞ。行こう。キャドウェルも仲間になったぞ。よし、行くぞ。これだ、ダストシュート。軽蔑されし道の道。シュートの中へとっとと行け。軽蔑されし者の道か。よし。おお。おお。あ、死体を捨てるとこだったんだね、ここ。どこに行ったみんな。いた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 。あ、ああ、水に落ちなかった人たちもいた。全部刺さってんな。よかったね、ここに刺さらなくて。あ、急に現れた。ポータルを開いた。ありがとう。急げ。ありがとう、預言者。キャドウェルギルちゃんと。また重要な戦略会議か。素晴らしい。終わったら挨拶しに寄ってくれ。うん、賑やかになるな。私の財産、肩書き、人生、今は全て奪われた。帝国の維持という名のもとにな。全ての神に誓って、マニマルコには代償を払わせてやる。大丈夫なのか。もちろん、私はアブナー・サル。この老いぼれをあっと言わせるには能なしの信者ごときでは足りん。それでここはどこなんだ。サイサハンの居場所を教えると言っただろう。ああ、そうだな。実を言うと正確な居場所は知らない。だがあいつはマニマルコの囚人で、虫の王があいつからアミュレットの場所を聞き出そうとしていることは知ってる。彼の居場所知らないのか。待て待て、怒る前に言わせてくれ。あいつの正確な居場所はわからない。だが特定はできる。
ただ少し時間が必要なんだ。騙したのか。何このクソタレ。正気か。離れろ野蛮な女トロールめ。リリス落ち着け。あいつは最初から嘘をついていたのよ。どうでもいい。どうせマニマルコの太鼓持ちなんだから。マニマルコは私を殺そうとしているんだぞ。私は屈服したふりをしていたんだ。そうすることで何人の命が救われたかわかるか。お前が救ったのは自分の財産と川だけよ、うぬぼれたバカめ。もういい。アブナは選択肢がなかったのだ、リリス。そして俺たちにも嘘があるだろう。面影に真実を伝えるべき時だ。なんだと？面影は知らなかったのか。ああ、これはすごいな。やめた方が。面影よ。なんだ？今まで預言者としてしか俺を知らなかっただろう、うん、しかしそれは本当の名前ではない。俺はバレン・アクイラリオスだ。我らの倒れた皇帝はボロボロのローブをまとって子猫のように目が見えないようだな。面影よ、騙して悪かった。怒っているのだな。思った通りだ。怒っているよ。皇帝なのか。かつてはな、今は違う。俺の名前はバレン・アクイラリオスだ。なぜ話してくれなかった。なぜ騙したんだ。正体を知られればその場で殺されるのではないかと恐れていた。そう簡単には我らと手を組んだりはしなかっただろう。これは全て俺が引き起こした。モラグバルがこの世界を破壊したら責任の全ては俺にある。お前やリリスを信じられると思うか。リリスを責めないでくれ。彼女は俺の指示で動いただけだ。彼女は俺を守ると誓った護衛だが、お前の味方でもある。お前と正式な誓いを立てよう。面影よ、これが終わった時俺を厳正に裁く意志があったなら、どうかこの命を終わらせてくれ。抵抗はしない。で次はどうする。再査班を探さなくては。全てそれにかかっている。どうすればいい。この件についてはない。アブナーと話し合わねばならん。情報を十分得たらまたお前に連絡しよう。アブナーの寝返りは予見しなかったが歓迎しよう。マニマルコは彼を恐れている。それもそうだ、彼は我らの役に立つ。俺はそう確信している。うん、あ、知ってたけどな。嘘をついてごめんなさい。まだ仲間でいてくれるといいんだけど。もちろん。つまり預言者は最初から皇帝だったのか。私も真実を告げたかった。でも預言バレンはそれを賢明だとは思わなかった。どうか私たちを許して本当にごめんなさい。なぜサルンを殴った。マニマルコが私たちを裏切った後、サルンは娘のクリビアが王座に居続けられるようすぐさまマニマルコの手下になったの。あいつは裏切り者のクズ。当然の報いよ。次はどう動く。バレンは何かをつかめそうよ。サルンも協力するだろうけど、私はまだあいつを信用しない。機会が来れば私たちを陥れようとするはずよ。覚えておいて。殴られたな。バレンと私はやることがある。だが貴様とはすぐまた話すことになるだろう、うん、ここへ出て数十歩進んだらまた話すことになるだろう。よし、じゃあ今日はここまでだ。アブナーサルンを救い出したところで今日の冒険は終わりとしよう。グタグタになっちゃった。なんかないかな、なんかないかな、この終わり方。次の戦いに備えて一旦休憩することにし、ダメだ。ダメです。私にはそのセンスはない。キャドウェル助けてくれ。激しい冒険をするのが好きなのだろう。好きだよ。この場所はとても変だ。ここの日は本当は暖かいと知っていたか。すごいだろう。
って、コールドハーバーの日は暖かくないの？いや、でもキャトウェル来てくれて、ちょっと。ねえ、なんならこの中で多分キャトウェルが一番すげえやつなんじゃねえかなって思ってる。よし、じゃあ今日はここで終わりにしよう。次回、再査班を探し出すために、ね、アブナーサルンが何か秘策を練るでしょう。というわけで、じゃあ今回はここまで。お疲れ様でした。長時間のご視聴ありがとうございましたね。次回の放送も、よろしければご視聴の方お願いいたします。お疲れ様でした。ごきげんよう、さよなら。お疲れ様です。Serpent lights the ancient sky, a thread of tainted stars. Evil stirs, and in its wake, the souls of mortals sway. And so.Once more, these are days.